はい、こんにちは、とびたです。あ、こんばんはですね、夜になってしまいました。今日はちょっと、ちょっと花言葉ね、忘れちゃったんですよね。忘れちゃったっていうか、忙しかったっていうか、だから書いてみました。今日のももちゃん花言葉ライチ編ということで、はい、ライチです。なんかね、調べてみたら陽気日が大好きだったっていうことで、ライチ美味しいですよね。果汁が多くて酸味があんまりなくて、プルンとした白いな、ね、果肉がすごく美味しいと思います。ライチなんですけど、花言葉は自制心とか節制とかだそうです。あ、なんかね、思っちゃいますね、自制心とか節制とかって。まああるのかなって疑問がつくような感じの人は、ライチ食べると自制心がつくそんなことはないですか。いっぱい食べようかなって私なんか思っちゃうけど、自制心とか節制とかなんだって。ブドウの房のようになります。ブドウの房のようになるんだよね。ぶら下がってね、なるんですよね。なんか熱帯地方とか、暑いところだから、日本では、まあ、ギリギリ沖縄あたりでしか作れないみたいです。この辺でもお部屋の中とか、もうなんかね、難しそうですね、この辺だと。越冬するのに、5度とか10度とか身を慣らせるのには最低そのくらい必要だそうです。はい、今日の花言葉はライチでした。自制心、節制ありますか皆さん。